山本博士の8月9日隊は、日本テレビの男性アナウンサー。千葉県松戸市出身。中学1年からサッカーをはじめ、柏レイソルのユースに所属。千葉県立柏南高等学校を卒業後、スポーツ推薦で、明治大学に入学、明治大学政治経済学部経済学科を卒業。明治大学では、体育会サッカー部に所属。サッカー部の2年先輩に、 長友優と同級生にプロサッカー選手となった笠原昇氏、久保雄一、小林優樹、山田大輝がいる。2009年度の全日本大学サッカー選手権大会でベスト FW 賞を獲得、また同年の天皇杯では3回戦でモンテリオ山形、4回戦でアルビレックス新潟から得点を挙げ、山形戦の得点は天皇杯のジャイアントキリングを称える。 特別賞、鶴がアイドリームアワードとして表彰された。プロサッカー選手としての誘いもあったが、日本テレビに入社が決まったことで、サッカー選手としての道を大学限りで区切りをつけることとし、2011年にアナウンサーとして入社。同年7月24日、新総報道番記者にリポーターとしてテレビ初出演する。 2011年8月6日、第35回全日本少年サッカー大会決勝戦中継でリポートを担当、8月20日8月21日の24時間テレビ34の日産スタジアムチャリティイベントで司会進行を担当した。2012年10月から2014年12月までニュースエブリーにスポーツキャスターとしてレギュラー出演した。 特に2013年のクリスマスから番組終了時にスケッチブックに描いたイラストやコメントを披露するようになり絵の上達ぶりが評価された。2019年第40回 NNS アナウンス大賞テレビ部門大賞を受賞。2019年7月モデルの石川里沙氏と結婚したことを発表。身長178センチメートル。趣味はサッカー、音楽鑑賞。 目標は FIFA ワールドカップ実況ゴールデン番組での司会。心情は謙虚に素直に。俳優の渡辺裕太とはニュースエブリーでの共演がきっかけで同年代ということもあり、現在でも信仰がある。ありがとうございます。